散歩中に草むらに咲くこのかわいい遊戯草を見つけました。それでちょっと拝借してきました。今日はこれを描いてみます。では描きます。使う色は紅、群青五分、そして若葉、ウグイス茶六、この5色と薄墨です。そして筆は面相筆とこの作用の細いのですね。彩色の筆でも結構です。作用の方がここが尖っております。それでは描きましょう。まず最初にですね、前回も初めてここを見てみましたが、皆さんの前で試みてみましたが、後ろの部分ですね、後ろの部分にあるお花を先に描きます。薄墨で。そして今日は群青をちょっと混ぜてみましょう。涼しげな感じを出すためにですね、こういった感じですね。葉をちょっと書いておけばよろしいです。そしてこれは茎ですね。茎薄くこういうふうにちょっとつぼみもあります。このようにこうしてなってます。ほんのさらりと書いておきましょう。そして次は本格的な絵に入ります。まず茎から描きますね。群青、若葉、群青と若葉混ぜると、ちょっと若葉色を多めにしますとこの色になります。そして五分を少々混ぜます。茎を描きます。ここから必ずこのお花の咲くところに少々こういうふうに袋状になっております。そしてここにピンクのお花が咲きます。そして必ずこの脇からですね、こういうふうに出ております。それでこれをここに、ここからこういうふうに
花は最後にいたします。そして歯をここに書きます。赤葉と群青と混ぜて、下の方は広い葉ですけれども、上は小さいですので、このように書きます。そしてこの葉の出方は、ここから向かい合わせに出ております。そして下ですね、もっと大きくなります。大きく出ています。これでよろしいかと思います。涼しげに描きましょう。こういうふうに。そしてなぜかここに次の目がこういうふうに出ております。私の場合は、はい、非常に涼しげですね。ごってりと描くよりもこういうふうにすることもよろしいんじゃないかと思います。そして紅と胡粉を混ぜます。花びらは小さい花びら4枚をきちっと描きましょう。こういうふうに作りますね。面相筆で描きます。そしていつものように筆先に紅をちょっと描きますね。はい、1枚2枚ここはきちっと塗らないでください。3枚で、今向こう側にもあるという感じでしておきます。そしてこの筆で、はい、ここをこういうふうにぼかしましょう。涼しげになります。そしてすべて塗りましたら、ここに1枚の花びらをこういうふうに描きます。これで4枚になりますね。はい、濃い、はい、こういうふうにします。これで4枚になりましたね。でこちらのウグイス茶六をちょっと手に取り、筆に取りまして、さーっと細く細くこうしてしてやりましょう。
素敵ですね。はい、これで涼しげに、これ薄化粧となんて可愛いんだろうと思って、私の携帯でのアプリで探しましたら、薄化粧、薄化粧じゃなかった、ごめんなさい、夕化粧でしたね。こんな、なぜこういう名前になったんだろうと思って驚きました。はい、これで完成です。そして字も涼しげに書きましょう。譲ってあげる広い心、譲ってあげれる優しい心といたしました。ここに押します。はい、これで完成です。やはり梅雨空で、梅雨でちょっと蒸し暑いですね。白いマットにしました。白いお洋服を着せて涼しくいたしました。皆さん方もちょっとこの涼しげな絵に、私以上にお上手に挑戦してみてください。それじゃあ次回もお楽しみにね。お元気でね。暑さに負けませんように。